熊本駅。熊本駅は、熊本県熊本市西区にある、九州旅客鉄道、JR 九州、日本貨物鉄道、JR 貨物の駅である。JR 九州の駅は、カスが3丁目に、JR 貨物の駅は連大寺4丁目にある。本校では、熊本市交通局の熊本駅前停留場、熊本駅前再開発についても記述する。 熊本県の県庁所在地である、熊本市の代表駅。熊本における、鉄道の拠点である、九州新幹線の山陽新幹線、新大阪駅まで直通する、水穂、桜の、各列車、九州内を走るつばめや、阿蘇、大分方面の在来線の特急列車や、観光列車、八台、人吉、水俣、 日殺オレンジ鉄道直通と休日限定方面の快速列車を含め全旅客列車が停車するターミナル駅である。また、駅前の熊本市電の電停からは路面電車が熊本市街地や東部郊外の住宅地とを結びバスターミナルからは九州各地を結ぶ高速バスや熊本空港方面のバスも発着するアクセス拠点である。 事務官コードは93万121を使用している。2011年平成23年3月12日、九州新幹線鹿児島ルートの全線開通に伴い、車両基地が南に移転した。元々の駅舎である在来線側を白川口、新設された西口を新幹線口とした。2018年3月17日、 在来線の高架化が完了した。また、それに伴い生まれる空間に新たに地上12階建ての駅ビルを建設することになっている。JR 九州の駅には九州新幹線と在来線の鹿児島本線と豊肥本線の計算量線が乗り入れている。一部、豊肥本線と鹿児島本線は朝夕など直通運転を行っている。 九州新幹線は全列車が停車する。在来線の優等列車は、大分、別府と東駅を結ぶ九州横断特急や、臨時列車として、土日や、ゴールデンウィーク期間中、夏休み期間中などに、遊ぼうい。や、三隅駅まで、A 列車で行こう。人吉駅まで、SL 人吉と、川瀬宮瀬美、吉松駅まで伊サブロウ、新平などといった、観光列車。 特急列車が運転される。豊肥本線は当駅が終点であるが、列車運行上は当駅を発車する列車が下り、当駅に到着する列車が上りとして扱われる。在来線での当駅の所属線は、鹿児島本線である。また、鹿児島本線宇都駅を起点とする三角線の列車が、すべてあたり駅を、始発。 終着として運行されており、2011年9月1日より、東駅三隅駅間に、天草三隅線の愛称が使用されている。なお、東駅と川尻駅の間に新駅が建設され、西熊本駅として2016年3月26日に開業した。熊本市交通局の熊本駅前電停には、幹線と田崎線の2路線が乗り入れている。両路線は、 A 系統として一体運転されている。在来線は、島式ホームにそれぞれ、切り欠きホームが設けられた2面6線。新幹線は、島式ホーム2面4線を有する航海機である。新幹線ホームは8両編成にまで対応し、可動式安全策が設置されている。なお、当駅は16両編成分までのホームの延伸が可能な構造で、 当駅以北までは12両編成対応の路盤が準備されている一部工事準備。なお、在来線は2015年3月14日より一部、高架ホーム4から6番乗り場の共用が開始され、2018年3月17日より全面高架化された。高架化が完了したことで西口と東口とを結ぶ地下通路、改札内、自由通路は閉鎖され、 今後、旧駅舎の解体後ともに埋め戻される。旧駅舎の3階以上は、JR 九州熊本社をはじめとする JR 九州関連企業の業務スペースである、駅ビルが解体に伴い移転が決定している。また、新幹線改札内にファミリーマートもある。出札及び、改札業務は、直営駅で、マルス端末機及び、ポス端末の設備がある。 駅自動放送が導入されている。守護課は2012年12月1日に導入された。在来線のみ、利用可能で、新幹線、東駅小倉駅、博多駅、新都市駅、久留米駅、新八代駅間を含むでは利用できない。今後、安藤忠夫によるデザインの駅舎が作られる。以前の熊本駅は、単式ホーム1面と島式ホーム2面であった。 単式ホーム1番乗り場は改札とつながっており、さらに八代方に切り込み式ホームを三線設け、それぞれ0番 ABC 乗り場としていた。2面の島式ホームは改札手前から順に2番乗り場、3.45番乗り場としていた。2015年平成27年3月14日より、在来線の一部降下化により、 新4から6番ホームの共用が開始されたため、乗り場の変更と2回改札の閉鎖が実施されている。主な変更点は以下の通り。駅構下,下の商業施設の名称であり、延べ床面積7500平方メートル、店舗面積3900平方メートル、60店舗が営業をしている。すべての店舗で主後課は、使用可能である。 全面高架化により、増床、リニューアル工事がなされた。また、名称を、駅町一丁目熊本から、日ご予課、門市場へ変更された。物販、サービス、飲食店、お土産、食品。また、新幹線改札内にもファミリーマートがあり、お土産や駅弁も扱う。停留場番号は3。電停は、東口広場にあり、2面2線の構造である。 駅前の交通量が多いことから、以前から一旦道路から外れ車道と隣り合わせとなった電停構造であったが、2010年、平成22年4月26日より当駅から田崎橋への路線がサイドリザベーションとなり、ホームは車道とは全く別になっている。中心市街地方面へのホームは広場と一体化している。また、JR 駅舎から、 資源上下線の両ホームまでが雲をイメージした一つの白い大屋根で覆われている。一部のファンからビッグシャモジの名で呼ばれている。また田崎橋側には売り返し設備がある。県群町方面行きの車両は出発時刻になると発車後数メートル進み軌道信号待ちをする。信号待ち中の乗車はできない。熊本市は2006年、鹿児島本線。 法費本線連続立体交差化事業を呼び、東口駅前広場整備に合わせ、JR との乗り換えの利便性を向上させる、目的から JR 熊本駅市に駅舎に市電を引き込む計画を提起し、同年、熊本県など関係機関と合意、2013年9月に東口駅前広場機能配置案を公表した。同案によると、熊本市電、 田崎線の熊本駅前電停から直接、日本木口電停方面に向かっている、現在のルートから、双方に分岐点を設けて市電が、東口駅前広場内を横切り、JR 熊本駅新駅舎1階部分に侵入、スイッチバック方式で再び、東口駅前広場内を横切り、本線上に戻るという計画であった。市電の起動時期は歩行者が自由に往来できる。 トランジットモール形式を想定していた。ただ歩行者や自転車の往来について安全面の課題があるため、その可否に向けて検討を行い、2014年度中に結論を出すことになった。2015年2月、大西和文熊本市長は、熊本市議会本会議において、歩行者、自転車の安全確保や駅前広場の自由な往来が制限されるという、 課題に解決策が見せていない、事業計画、日程や今後検討を進める市電そのものの、延伸への影響も踏まえ、駅舎のり入れを諦め、駅前広場計画を見直すと述べ、計画断言を表明した。今後は、市電とバスタクシーとの乗り換え利便性の向上について、検討するという。JR 貨物の駅は、旅客駅の南方約 1.3km の熊本市。 西訓連大寺4丁目1番13号に位置する。電報略号はマソである。旧、熊本総車場にあり、現在も JR 貨物時刻表には熊本、三沢と記述される。旅客駅とは別に着発線を備えており、放飛本線から進入することはできない。コンテナホーム付近は、西側から、上り本線、熊本車両センター、下り本線、着発線4本。 コンテナホームの順に並んでいる。コンテナホームは3面、うち1面は上屋付きホーム、2落線は5本あり、最も東側の着発線1本のみ着発線、2落方式、E&S 方式を採用する着発2落線となっている。また、駅構内には営業窓口の JR 貨物熊本営業支店も置かれている。2014年3月改正時点では、 高速貨物列車のみ1日6往復停車する。そのうち1往復が東駅終着、1往復が東駅始発となっている。上り列車の行き先は、東京貨物ターミナル駅や名古屋貨物ターミナル駅、大阪貨物ターミナル駅など。主な駅弁は、下記の通り、JR 九州は、熊本県内で、熊本市交通局では、館内で一番利用者が多い。近年、 乗車人員数は減少傾向にあり、一時は1万人を割ることもあったが、2011年に九州新幹線に全線開通してから増加にじている。なお、都市規模に対して利用者数は少ないが、熊本市よりも都市規模の小さい大分市の代表駅の大分駅の方が多い。車社会であることと、当駅よりも新水前寺駅の方が市街地に近く、また、 当駅同様市電も乗り入れていることから、そちらを利用する乗客も多く、当駅では乗り換えをするだけに過ぎないためである。駅取扱収入は82億3800万円。2011年度で、JR 九州の駅としては、博多、鹿児島中央に次ぐ、第3位、山陽新幹線の博多駅、小倉駅は、JR 西日本の駅であるが、乗車人員は7位である。 各年度の乗車人員は、下表の通り、JR 九州駅のみ。最新年度のみ、JR 九州公式サイト掲載のデータ。それ以外は、熊本市統計所に基づく。また、乗降人員については、熊本市のホームページに基づく。なお、少数点以下は、四捨誤入処理を行っている。1日平均の乗降人員は、以下の通り。周辺は、 熊本駅周辺整備事業が進行中である。熊本市の代表駅となるターミナル駅であるが、市街地である下通りなどとは、直線距離にて2キロメートルほど離れており、熊本市交通局やバスでの移動となる。そのことや、花岡山と坪井川に挟まれた土地という地理的制約もあり、元来、駅周辺は、東口側に小さな土産物屋などか、わずかにあるのみで、 都市規模に対して発展しているとは言えなかった。また、西口、新幹線口は、車両基地のあった場所で、開発は全くされず、無秩序に家が立ち並ぶ状況であった。2011年に、九州新幹線、鹿児島ルートが開業することになり、それに合わせて、新幹線の駅舎、ホームが、建設、また西口が新設されることになると、駅周辺では、 開発が一気に進んだ。東口、白川口側では、高層ビル、高層マンション、例として2007年開業の東横院、熊本駅前、2012年春光の座、熊本タワーの建設が進み、集積が進んでいる。また、月星火星工場の跡地には、九州最大級となる合同庁舎が建設された。また、駅ビルの建設の計画がある。 一方、西口、新幹線口側は、小建ての住宅地として開発された。すぐに、山があるため、駅裏という印象が強い。こちらもマンション建設などが進み、集積が進みつつあるが、商業施設などは、ほとんどない。また、在来線高架化とともに、都市計画道路が新設されている。詳しくは後日。白川口、駅東側。 新幹線口、駅西側にそれぞれバスのリバが設けられている。熊本都市圏を運行する路線バスの多くが当駅前より発着しており、自動車ターミナル法上の一般の売り合い旅客自動車、運送事業のように供する自動車ターミナルには該当しないものの、実質的に熊本交通センターに次ぐ熊本県内最大のバスターミナルとしての機能を有する。かつては、 事業者別にそれぞれ乗り場が異なっていたが、2004年頃において上り下り、各1箇所に統合された。その後、2010年12月8日より、熊本駅前周辺再開発事業に伴い、バス乗り場の移設が行わ、現在は、下記4箇所にて、乗降取扱いを行っている。かつて新幹線口開業時においては、 一般路線バスも停車していたが、2012年3月31日に乗り入れ廃止。最寄りバス停は、新幹線口開業前よりあった、春日港前、新幹線口から西方へ、徒歩3分停留所を離する。駅南側の春日二2丁目、月星火星工場跡では、国土交通省九州地方整備局により、国の合同庁舎が、熊本城敷地から、 移転改築された。A 棟は2010年3月完成、鉄骨作り、地上12階地下1階建て、延べ床面積2万6000メートルで、九州財務局、九州農政局、九州総合通信局、熊本労働局、九州地方整備局営前事務所、熊本地方気象台が入居し、職員数は約1600人程度となる。B 棟は、 PFI 方式により建設され、熊本行政評価事務所、熊本国税局、熊本国税不服審判所、熊本西税務所、熊本統計、情報センター、自衛隊熊本地方協力本部、長崎税関や代税関支所熊本市長所、九州地方環境事務所が入居している。両棟合わせた延べ床面積は約5万2000メートルとなり、福岡の合同庁舎を上回り、 九州最大規模となる森ビル都市企画を代表者とする企業グループによる再開発。熊本駅正面からペデストリアンデッキで結ばれ、情報交流施設、図書館、熊本の食をテーマにした食料品店、ファッションブランドなどが入居する熊本森都心プラザ、地上6階、地下1階、地権者が入る権利者棟、春日ヒルズ、地上2階、 上高層タワーマンションのザ・熊本タワー、地上5階、地下1階で構成される。その他にも交流広場やつぼいを利用した浸水公園等を含んだ施設がある。2012年3月までにすべて完成した。2011年、平成23年の九州新幹線整備に伴い、新幹線駅舎が先行し整備された。また、 在来線駅舎は2018年3月の在来線高架化完了により取り壊され、同年度中に建築家、安藤忠雄氏デザインの駅舎に建て替わる。駅舎デザインは日本三名城の一つ熊本城や雄大な自然をイメージしたもので、出入口の門中は城門、防風壁は長平を型にすなど、熊本城の持つ和の心をイメージしつつ、ガラス張りの壁を取り入れることで、 ホームから、熊本の街並みを眺望できるる。よう配慮されている2019年度には、駅前広場が現在の1.6倍に拡大し整備される。2018年、平成30年3月17日に、駅周辺の在来線高架化完了に伴い、高架下に生み出された延べ床面積7500メートルの空間に、日後床、門市場を開業した。 在来線と新幹線の改札口の正面にあり60店舗が入居。飲食ゾーンに居酒屋、熊本ラーメン店、寿司屋など18店舗、物販ゾーンに総合度3店、菓子屋、立ち飲み屋スペースを備えた酒屋など3店舗、その他コンビニや観光案内所などを備えている。二千十七年、平成十九年十一月、JR 九州は地上十二階、 地下1階建ての新駅ビルを建設し2021年、平成33年春の開業を目指すことを明らかにし、延べ床面積は10万7000メートルで、博多駅ビルに次ぐ規模となる。駅ビル内は、JR 九州ホテルズが運営する、ブラッサムブランドをベースにしたホテルやアルカディア運営の、結婚式場、小畜、マルチプレックスシアターズによる、シネマコンプレックスのほか、 熊本らしさをイメージした水と緑の立体庭園が作られる予定である。2018年、平成30年3月、JR 九州は新熊本駅ビルとは別の複合ビル、熊本駅、北ビル、仮称を建設することも発表。白川口に今後整備される駅前広場の北側にあたる同社所有地に地上12階建て、1階から3階は商業施設。 4回以上はオフィスの入居を想定した複合ビルの建設を検討していることを明らかにし、熊本駅周辺を新都心に位置づけるとしている。2020年冬開業予定。特急列車等の有料列車については、各列車記事を参照のこと楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。